新宿住友ビルディングは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビル。淀橋上水場跡に造成された8号地を住友不動産が取得。同社、住友生命及び住友グループが超高層ビルの開発に取り組み、1971年11月に着工。後期の最中にはオイルショックに直面するなどしたが、 5ヶ月の後期短縮を図り、1974年3月に竣工した。通常は新宿住友ビルと呼ばれるが、単に住友ビルなどのほか、その三角中状の形態に由来する三角ビル等の相性もある。地震に強い竹筒構造のため、中心部は吹き抜けとなり、周辺部のみがフロアとなっている。西新宿構造ビル街の草分け的存在で、 完成当時日本に一の高さを誇り、オフィスだけではなく、飲食物販、スポーツカルチャーなど、複合商業ビルとして企画されたことが、画期的だった。また、新宿スミットモビルは、日本の高層ビルでは初めて200メートルの高さを超えたビルであり、この新宿スミットモビルを皮切りに、以降、新宿をはじめ、東京各地、神奈川県、大阪府、 愛知県等に200メートル級の高層ビルが建つようになった。建物の老朽化に伴い、2017年から大規模改修に入り、2020年6月から改修によって整備された施設店舗が順次開業した。ビルはオフィスフロアのほか、下層部に改修で新たに導入されたショップレストラン街、改修に合わせリニューアルとなったアサヒカルジャーセンター、新宿教室、 中層部に平和記念展示資料館上層部の展望レストラン街などで構成される。不動産の流動化などを目的とする資産の流動化に関する法律が1998年9月に施行されたことを受け、住友不動産は有利子負債の削減を目的に60%保有していた新宿住友ビルを2000年に証券化して売却し、2005年6月、 発行した資産担保証券や借入金が償還を迎えるため、同社は償還資金として、再度の証券化で1360億円を調達している。西新宿はオフィス街であることから、平日に比べて休日は人が少ない。このため、ビルの足元の広い空間である三角広場に大屋根を設け、天候によらず、 イベントができる場を作ろうという構想を20年ほど前から住友不動産は練ってきたが規制が多く実現しなかった。しかし東日本大震災の発生を機に災害時の一時滞在施設としても使えることから空間の屋内化に向けた規制緩和が進んだ。それを受け同社は国家戦略特区の枠組みを活用し特定外区の都市計画を変更することで ビルの機能更新、設備リニューアルに合わせて国際会議場施設と日本最大級の全天候型屋内アトリウム広場を新たに整備する方針を決定。2017年9月に改修に着手し、2020年7月1日にマイス施設、新宿住友ホールや全天候型イベントスペース三角広場が開業した。整備された三角広場は地震など他に 地下1階1時新宿住友ホールの運営等は住友不動産ベルサールが担当する。オフィスエレベーターレストラン街直通エレベーターはすべて2階を通過する。通過街はで表示される。2017年9月から行われた大規模改修工事に合わせエレベーター等もリニューアルされ、更新後は日立から三菱電機製のエレベーターに変更となった。 2021年頃にすべて完了する。フィクションの世界においては、ウルトラマンレオ第48話に登場。円盤生物サタンモアに、避難が完了した直後サタンモアに激突され上、半分が崩壊。残る下半分も、レオの光線で撃ち落とされたサタンモアに、再び激突され爆発した。1984年公開の映画、ゴジラにも登場し、ゴジラに押し倒され、 すぐそばに不時着していたスーパー X を下敷きにした他2004年の映画ウルトローマンでは飛行中のウルトラマンに対して放たれた怪獣の攻撃が被弾した大長編ドラえもんのび太と鉄人兵団の作中鏡面世界の新宿で静香が巨大ロボットザンダグロスの武装で誤って破壊したのもこのビルだったこれ以外では 仮面ライダー第84話で建設中の新宿住友ビルディングを空撮で見ることができる。ありがとうございます。